会社による肩代わりでありますとか、いわゆる私的流用でありますとか言われるようなことがございます。国からの給与はトータルとして、彼らにですね、本人たちに渡っておりません。国会議員であればお分かりかと思いますけども、まあ、あまり言葉はよろしくないけれども、藪から棒が出てきたみたいでございますから、毎回私が当時立ち会っていたわけでもございませんけれども、国からの給与は申し上げるまでもなく10日に払われません。不満点のようなところで、それでよろしいというふうに思います。嘘ばっかり言ってですね、自分の嘘ばっかり言ってですね、裏金、嘘ばっかり言ってですね、自分の嘘ばっかり言ってですね、裏金、嘘ばっかり言ってですね、自分の嘘ばっかり言ってですね、裏金、嘘ばっかり言ってですね、自分の嘘嘘嘘嘘嘘嘘裏金、自分の裏金、自分の裏金、自分の裏金、コロッと変わりましたね。会社による肩代わりでありますとか、いわゆる私的流用でありますとか言われるようなことでございます。国からの給与はトータルとして、彼らにですね、本人たちに渡っておりません。国からの給与は申し上げるまでもなく10日に払われます。それでよろしいというふうに思います。残念ですね、一生懸命仕事やってるんですけれども、嘘ばっかり言ってですね、残念ですね、一生懸命仕事やってるんですけれども、嘘ばっかり言ってですね、残念ですね、一生懸命仕事やってるんですけれども、自分の嘘ばっかり言ってですね、残念ですね、一生懸命仕事やってるんですけれども、自分の裏金、コロッと変わりましたね。私が当時立ち会っていたわけでもございませんけれども、国からの給与は申し上げるまでもなく10日に払われません。不満点のようなところで、それでよろしいというふうに思います。会社による肩代わりでありますとか、いわゆる私的流用でありますとか言われるようなことでございます。国からの給与はトータルとして、彼らにですね、本人たちに渡っておりません。国会議員であればお分かりだと思いますけども、まあ、あまり言葉はよろしくないけれども、藪から棒が出てきたみたいでございますから、毎回私が当時立ち会っていたわけでもございませんけれども、国からの給与は申し上げるまでもなく10日に払われません。不満点のようなところで、それでよろしいというふうに思います。残念ですね、一生懸命仕事やってるんですけれども。